アドナーラ・ド・ボーンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスター出身の、プロ野球選手。右投げ右打ち。愛称は、オールド・ホス。実動11年で300勝に到達、シーズン60勝のメジャーリーグ記録を持つ。1854年、ニューヨーク州ロチェスターで、父・チャーリー、母・キャロラインの2番目の子供として生まれる。父・チャーリーはイギリスからアメリカへ移住し、 肉屋として働いていた。1880年にはアッファロー・バイソンズでデビュー。当時は野手として試合に出ていたが、打撃成績が低迷し1年で解雇される。1881年に投手としてプロビデンス・グレーズと契約。その年に41試合に登板して25勝を挙げる。翌1882年に33勝。 1883年には76試合に登板して48勝を挙げ、リーグの最多勝投手となった。1883年から1884年にかけては野球ルールの下手投げ政権が撤廃された年であるが、彼はずっとサブマリン投法を通したそうである。1884年、所属していたプロビデンス・グレーズは、ユニオン・アソシエーション創立の影響を受け、 二枚看板の一人だった、チャーリー・スウィーニーが、シーズン途中で移籍してしまうという危機に陥る。自らも移籍を考えていた、ラドボーンはこの事態を逆手に取り、残り試合をすべて投げることを条件に、f a 権の獲得を球団と交渉したという。特に、この年ラドボーンの当板回数は実に75試合になり、シーズン通算で60勝を挙げただけでなく、 脱三振441、防御率も1.38を記録、投手部門の3冠を主中にする。投手参冠王と西武王の同時獲得は、史上初の快挙で、投手全タイトル制覇を達成し、勝率でもトップになったため、史上初の投手主要5部門制覇を達成した。さらにスウィーニーが移籍した後のシーズン後半はほぼ一人で投げ抜いた。 圧巻はシーズンの終盤でチームの残り試合数の27試合のすべてに登板し26勝を挙げる活躍をした。またこの年リーグ優勝チーム同士で争われたポストシーズンゲームでも3連投して3連勝する。1886年にボストンに移籍、以後投資実動11年で20勝以上を挙げた年が9シーズンにも及ぶ。 ただ飲酒などの影響からか、ボストン時代は、成績のかんばしくない年もあり、1887年には、自責点及び、吉久は、リーグ最多を記録する。同年の防御率は4.55だった。1891年に新シシィレれ通在籍時に、通算300勝を達成する。同年引退。引退後、領中の事故により片目を失うアクシデントに見舞われる。 1897年、梅毒からの合併症により、イリノイ州で死去。42歳。1939年に、ベテランズ委員会が、アメリカ野球殿堂入り選手に選出した。よくマウンド上で小村返りを起こしていたことから、彼のあだ名オールドホスから転じて、足が痙攣していることを意味する、チャーリーホースという俗語の由来になったという、当主としての球種は、 ライジングファストボール、ドライスピットボール、スローチェンジアップ、フェードアウェイ、シンカー。現在公式には、ラドボーンの1884年の通算勝利数は60となっているが、現在の野球規則に基づく資料には、ラドボーンの勝利数を59勝と記載するものがある。百八十四年七月十八日のゲームで、ラドボーンは七から四でリードしている六回に、 救援として登板し、4回を0点に抑えたが、当時のスコアラーは最も勝利に貢献したという理由から、ラドボーンに勝ちをつけていた。ただ現代のルールに基づけば、この試合の勝ち星は、先発投手に与えられ、ラドボーンには、セーブが与えられることになるためである。また、現在では59勝2セーブと、ベースボールレファレンスなどのように記載されているところも、ある。また、 西西部の場合リーグトップである。ありがとうございます。